こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日も無課金サバカー柴犬丸やっていきたいと思います。今日たちの方おめでとうございます。はい、今日はね、今日から始まりましたね。もうこちらに出てるんですけど、はい、クリスマスが今年もやってくるですね。はい、はい、こちらですね、2023クリスマスガチャ、これをねちょっと引いていきたいと思うんですけど、はい、ちょっとね今回からね新しいキャラが追加されまして、いきなり引こうとしたらあかんて、いきなり引こうとしたらあかんなんですけど、はい、あ、昨日の放送をご参加してくださってありがとうございました。おかげさまでね、一回引けたんですけど、はい、ちょっと見事にちょっと心に来る引きでした。はい、ありがとうございました。今光パーティーが強いっていうのと、あとでね、この僕マキマさん持ってるんで、このアカウントやっぱりね、これアルジェはちょっと欲しいよね。アルジェにちょっと用事あるかな、用事あるのはアルジェと、あとで、ね、ここメリディスもちょっと欲しい。ディオンとか僕好きなんで、光パーティーがね強くなる分にはめちゃくちゃありがたいんで、はい、ここを狙って早速ですが、ガチャ引いていきたいと思います。はい、ユーザー情報の購入歴無料配布15個でございますね。はい、なんでこんな増えたんやろ、昨日。あ、そう、昨日中途半端な端数で切ったからか。はい、まずはね、無料から引いていきたいと思います。はい、開催記念2023年クリスマスガチャですね。ちなみにメインアカウントからはこれでオシリスが出ました。オシリスの天空竜ですね、僕大好きな。はい、超電導波サンダーホースと将来弾ですわ。よし、はい、そうはうまくいかへん。ポルク&カストルでございますね。はい、今回がね、プロデューサーさんがね、ポストされてたんですけど、はい、低レア度10体でサイレア交換できるというね、非常にありがたいんですが、僕の欲しいキャラは交換所にはおりません。いや、1体だけいるんですよね。まあ、とりあえず、あとはクリア報酬開催記念クリスマスが今年もやってくる上級のクリアダンジョンですね。クリア報酬、はい、僕クリスマスのソングはね、ちょっとダイヤ出て、オッケーオッケー、あ、なんかちゃうぞ、ちょっと、こっちもオシリスかいな、マジか。はい、それではね、さっき意思をお見せしたんですが、はい、僕が弾きたいのは、ちょっと待って、ごめん、式神使い大ガチフェスも若干引きたいよね。でもやっぱちょっと2023クリスマスガチャ、これ主欲しいしな、多色好きにはたまらんしな、やっぱりごめん、やっぱりクリスマス、ちょっとね、撮る前はね、式神引こうと思ったんですけど、ちょっとあかんわ、ちょっとクリスマスガチャ引こう。いきます。僕が好きなのは、山下達郎さんの、雨は夜更けすぎに、月へと変わるだろう、サイレントナイト、おい、イルミナナイト持っていんかった。オッケーオッケーオッケー、これオッケーよ、全然オッケーよ。これキャプテンマーベル、もう光属性ね、結局ね、何でも結構今ね補強ポイントになるんで、これはいい補強はできましたね。それではどこまで打ったやろう。はい、電車の CM ね。雨は夜更けすぎに、雪へと変わるだろう。ジーニャー。これが好きですね。あとね、ミスター、あれですよ、戦場のメリークリスマス、ミスターローレンスとか好きですね。はい。ベターなとこなんですけどね。はい。それではラストですね。もう、はい。今日はサクッと終わりますね。はい。あーん、あが、式が見えた方がよかったかもしれん。それではちょっと結果見ていきましょう。はい、こんな感じですね。はい。ポロックス、ハク、ポロックス、オシリス、グレモリー、ちょっと待って、ジーニャか。ポロックスカストルかー。ちょっと待って、交換所見てみましょうって。いや、ちょっと待って、昨夜持ってるから、昨夜に結構可能性を感じてるんですよね、僕実は。はい。僕ね、タマーが欲しいんですよね、タマー。タマーがね、ちょっと可愛い、マスコット系キャラ、
かけ可愛さも結構求めてたりするんで、はい。これも欲しいですね。ほんまに光コンボ強化の覚醒数に応じて攻撃力と回復力が上昇。ちょっと頑張っちゃおうかな。はい、10体やったらこんだけいるんか。ちょっとね、ちょっと検討に検討します、今から。はい。はい。交換0体まで選ばせていただきました。はい。こちらですね。ドン！こちらのキャラたちと、僕はクリスマス玉ドラ交換させていただきたいと思います。そうだ！クリスマス玉ドラ、聖夜の贈り物玉ドラ。カモン！よっしゃー、ありがとうございました。ごちそうさまです。よっしゃー。もう可愛い系好きなんよね。いやー、よかったよかったよかった。あの、殺し屋はね、全然ね、あの、ほんまに、3枚やってたんか。闘技場のメリークリスマス、これ絶対ね、戦場のメリークリスマス意識されてると思うんですけど。はい、あの、セルエルノエルか。はい。ノエルはあの、サンタさん。クリスマスを意味する意味で、はい。クリスマスを楽しもうみたいな感じですね。ノエルだからそのクリスマス仕様なんですよね、キャラ。はい。セルエルド・ノエル。セルエルドがわかんないですけど、これフランス語ですね、多分。はい。僕、第二学語、フランス語やったんで、はい。ある程度はわかります。はい。っていう感じでございました。その結果で終わり返しましょうか。はい。こんな感じでございました。今回の結果、はい。皆さんどうだったでしょうか？お楽しみいただけましたでしょうか？はい。よろしければね、あの動画の感想や、クリスマスは一旦ステイして、あの、式紙引いた方がいいとか、ぜひぜひお聞きしたいんで、はい。もしよろしければ、そちらも、コメントくださると、コメントとアドバイスとくださると幸いでございます。あとね、概要欄にある、X と、TikTok のアカウントもフォローしてくださると嬉しいです。TikTok ではね、さっき言ったんですけどね、遊戯王のマスターディエルというね、配信で、今ちょっと大会期間中で、はい、そちらに出ていますんで、よろしければフォローして見に来てくださって、応援してくださると嬉しいです。それでは、今回のお相手は私、ゆうでございました。はい。もう、終わるか。はい。バイバイ。はい、と思ったでしょ。終わると思ったでしょ。これでは終われないということで、昨日ね、ミさんに、ルンマお手伝いしていただいた、初代メインアカウントのカメマルというアカウントで、最後にね、こちらですね。クリア報酬、開催記念。クリスマスは今年もやってくる、霹靂3連、引いていきたいと思います。はい。お、ちょっと待って、新しいの。ちょっと待って、石使っても引こうか。じゃあ、ちょっとクリスマスが、じゃあ、クリスマス、今年もやってきてくれ。ますよね。はい。これぞ、はい。これぞパルトラ実況者なんですよ。ラストに大どんでん返しがありますよ。お疲れさまでした。